吉田さん、歯はね、私は悪くないですね、あんまりね。もちろん、虫歯はあるんですよ。で、多少銀歯と言いますか、銀じゃないんだけども、こう詰めてね、いいようにしてるのもあって。で、歯に関しては私はね、そんなに深刻に捉えてなくて、どちらかというと、その歯茎を大事にしないといけないなと思ってるんですよ。というのが、歯周病菌とその虫歯菌っていうのは、その覇権争いを口の中でしてるんですよね。だから虫歯が多い方っていうのはどちらかというと歯周病菌が少ないんで覇権争いに負けてますから、歯茎は丈夫である可能性が高いんですよ。で、歯に関して虫歯が少ない方っていうのは今度虫歯菌が少ないから歯周病菌が蔓延して歯茎がね、歯をブリッジするものがダメになってる可能性が高いんですけども、年齢を重ねていくとどちらかというと歯茎の方が大事になってくるんですよ。で、まあ口臭の問題もありますしね。あと歯茎っていうブリッジが緩んでくると、今度は歯が土台からね、健康の歯がポロポロ抜けていくってこともありますので、そこは気をつけた方がいいのかなと。歯はカリシウムなんで再石灰化するというかね、ガムを噛むとまた歯っていうのはなんか強化されていく部分があると思うんですよ、石灰ですから。でも歯茎っていうのはもう治らないから、それをデンタルケアをしていく、オーラルケアをしていくってところが必要なのかなと思います。もちろん普段の歯磨きをしたりとか、うがいをしたりとか、あとマウスウォッシュで菌が繁殖しないようにしていくっていうケアも必要なんですけども、まあ、定期的にね、半年に1回とか3ヶ月に1回ぐらいはドクターに専門の歯石取りとかオーラルケアをやっぱりやっていただくのに、まあ、1万とか2万をかけていくともっと安心かなと。結局これをしないとね、歯のケアをしないともっと深刻な事態になって、金をかけても治んないってことになっちゃうんですよ。で、老化とともに歯も老化していきますんで、抵抗せずにね、もう限界が来るだろうということを予見してコツコツやっていく必要はあるのかなと思うんですね、はい、デンタルケアをこれからもしていこうかと思います。デンタルケアというよりもオーラルケアですね。口の中全体ってやつです、だからこう口って外にさらされてるんですよね、唯一ね、これだけ大きな体積が、容積が。で、他の内臓ってのは基本的に外にさらされてないんで防御されてる形になってますから、歯を一番ケアしないといけないのかなと思うんですよね。でね、ちょっと全然話変わるんですけども、明日のジョーって昔の漫画があるじゃないですか。あれアニメとか、それから最近ジャニーズがエヴァンピーとかがね、映画で実写版やったのは見たんですけども、実は1970年にも映画になってるんですよ。それがなかなかアマゾンで面白かったですね。